今日も始めましたスウェーデン語レッスン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ものほほんと何を教えていただけるんでしょうか。はい、今日は名詞です。名詞服、はい。で、最初はやっか、やっか、うん、服ってこうファッション系の名詞か、うん、うん、そうですね。やっか、なんですか。いや、ちょっと英語と似てる。それは J ね。J-A-C-K-A。はい。やっか。何でしょう。それ、ジャケット。ああ、ジャケットね。うん、そういう意味で、やっか。やっか。で、英語は J。うん、J は。スウェーデン語は、やっか。スペイン語は、スウェーデン語は J がやゆよみたいな、ね。うん、そうですね。日本語の。だから J を見たら、普通は、やゆよ、うん、ジャッカの発音をすればいい。やっか。例えば、ヨーグ、私。例えば、ジャーグじゃなくて、ヨーグ。やっか。その後は、トゥルイヤ。トゥルイヤ。それは、セーターです。うん、なんか全然違うの。うん、そう違いますね。チロイヤ。チロイヤ。うん。もう発音が上手ですね。本当ですか。うん。ありがとうございます。最近、声優を勉強しました。確かに。うん、確かに。うん、次は、うん、ビッグソウル。ビッグソウル。うん。ビッグソウル。ビッグソウル。ビッグソウル。それは、ズボン。うん。うん、ビッグソウル。なんか全然違うな。これ、ドイツ語かなんかがあれなのかな。わかんない。英語じゃないですね。全然。うん、でもこれは多分ずっと昔から、うん、からあったので服、うん、で、やっか、ちょう、ちょう、外来語ではないです。ビクソール、うん、はい、ビクソール、ビクソール。これズボン。はい。うん、次、クレンニング。クレンニング。そう、女の服。スカート。ああ、違う。クレンニング。似、似てる。ワンピース。あ、ドレス。ドレス。ドレス。クレンニング。スカートはシュール。あ、その下のやつ。あ、違う。あ、ちなみに、ちなみに。ちなみに、その下の、うん、スカースクール。スクール、それは靴。おお、まあ、シューズだね。あ、スクール。結構違いますね。うん、そうですね。服の名詞はちょっと難しいかもしれない。ちょっと難しいかもしれないけど、うん、まあ、大事なんで、覚えていきましょう。うん、じゃあ、上から、ね、うん、発音からお願いします。はい、やっか、やっか、トゥルイヤ、トゥルイヤ、ビッグソウル、ビッグソウル、クレンニング、クレンニング、スクール、スクール、はいはい。まあ、ちなみに今日は何を着てますか。今日は、はい、エンクロートゥルイヤ、エンクロートゥルイヤ、うん、あとはジーンズ。ジーンズは、うん、ビッグソール。あ、ビッグ、あ、そっか、ビッグソールって言うの、うん、ジーンズも。うん。そう、ジーンズもビッグソール。あ、ズボンって感じ。そうですね。あとは、T シャツみたいなのは、うん、T シャツ。これは T シャツ。うん。そのまま。T シャツ。うん。T シャツ。はい、まあ、いろいろあるんで、少しずつやっていきましょう。はい、まあ、今日のは何回か見て覚えてください。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。